湖の女神カジミン、猫雑貨店7/24オープン、公式 LINE、3。開封口ブライス、ソーイングマイウェイピンク、その他購入品、https、ゆる。はい、皆さんこんばんは。今はね、ちょっと7月の9日、夜の9時半です。配信ですけれども、YouTube でも配信しますので、このまま続けていきます。誰もね来てないんですけど、前回そこに箱の中に入ってるプチブライスのソーイングマイウェイちゃんを購入しました。で、開封と言いながら中をね、ちょっとなんていうのかな、一つ一つ出してしてなかったのもあるんですけれども、それは今日の、ピンクちゃんと一緒に開封をした時にしようと思っていたので、開封じゃないやんって蓋開けただけやんって思われた方はいらっしゃる、思われた方がいらっしゃるかもしれませんけれども、ちょっとね、なぜかって言ったらね、ちょっと悪い評価がついてたんですよ。で、今はちょっと評価が見えないようにしてるんですけど、ちょっと今ね、神経的にちょっと落ち込んでいて、ちょっと悪い評価はいつもならばそんなに気にはしないんですけれども、見ていただいてるだけすごくいいと思うんですけど、悪い評価もねあっても、ちょっとコメントとかにね、ちょっとこういうところがちょっと面白くなかったわって言ってもらえたらよかったんですけれども、無言ってね、やっぱりまあこういうなんていうかな、動画とか仕方がないですけれども、ちょっとこの1週間そこで落ち込んでたわけじゃないんですけれども、毎日の雨というこういう季節的なこともありますし、あとは何を言っても私お年寄りなので年いってからのこういうなんていうのかな、昔、小学校の時にリカちゃん人形を買ってもらって、その服を一生懸命作ってた頃をちょっとふとね思い出してしまって、今ならばな、100均とかでこんな可愛いね、エリちゃんの人形とか、レイちゃんの人形とか、なんか100均でもね可愛い服とかあったのを見て、なんかね、こうふつふつっと作りたい衝動に駆られて、でいろんなことを調べていたら、ネオブライス、ブライスミニブライス、プチブライスっていうブライスシリーズのことをね、なんか一生懸命探してたんですよね。で、本来ならばネオブライスちゃんをお迎えしたいんですけれども、やっぱりね、私今は、この間かな、7月の初めぐらいに、6月に、20周年、ブライス20周年だったらしいんですよね。全然私はブライスちゃんのことは全然知らないので分からなかったんですけど、それで20周年のアニバーサリーの、ブライスちゃんとか、あとは普通に毎月だいたい1体ずつぐらい出ているのかな、プチブライスはなんか生産中止っていうふうには書いてましたけれども、ちょっとね調べて、なんか詳しく見てないので、間違っていたらごめんなさい。ミディブライスとか、ネオブライスは月に1回かないし、一月空いたぐらいでも大体出てるみたいなんですけれども、もうね出終わっちゃった後だったんですよね、この木なんていうかない、ブライスが気になったのは。でも見た時には抽選とか、なんか今応募なんですってね。で抽選に外れるとか当たるとか、なんかそんなんが、ブーブーすいません、当たるとかがあるみたいで、でそんなんも全然知らずに、やっぱり初心者なんでね、全然分からずに、もう過ぎていたのでね、欲しいっていうか、もう買えるブライスちゃんもあったんですけれども、どうしてもどんなブライスがあるかなってやっぱり調べるじゃないですか。で調べたら、私の大好きなマトリョシカのブライスちゃんがあったので、ただね、マトリョシカのブライスちゃんはもう10年くらい前のブライスちゃんなんで、結構プレミアがついてて買えない状態なんですよね。なのでお金を貯めてオークションで買うかっていうふうに悩んでいて、で今月私誕生日なので、誕生日の時に思い切って未開封のやつだったので、いくつかのところから出てる、まだ出てるみたいなんですけども、
でもやっぱりちょっと高額、もともとなんかね、1万、2万とか、限定ものだとやっぱり2万5千とか2万円近くするみたいで、1体が、定価でもね。でもやっぱプレミアがついてて、何年も前のやっていうことで、結構ね、値がついてたんですよ。で、まあそれを一応チェックだけして、まあ誕生日の近くに売れてなかったら、自分自身のご褒美に買おうかなと思ってます。それがちょっとまあ、人形というかブラスちゃんとの出会いというか、ブラスちゃんが好きになったきっかけなんですけれども、で今日は、こちらの方、これもね、ソーイングマイウェイちゃんのピンクなんですけれども、あ、これ住所が 住所が大丈夫だと思います。これで隠れて見えないでしょう。これはソーイングマイウェイちゃんの、この間はブルーだったんですけど、今回はピンクを、購入いたしました。これもやっぱり10年ぐらい前のプチブラスちゃんなので、ブルーの方はそんなに高くはなかったんですけども、やっぱり新品未開封なんですけど、やっぱ古いということでちょっとねシミがあったんです。で、シミの方はね、後日というか、放送が終わってから歯ブラシ、カビかなんかやったんでしょうかね。こういう普通の歯ブラシですね、古い歯ブラシでちょっと胸のところをこしこすとこすって、あとね、アルコールで、取り除いたら薄くなりました。ちょっとね、この映像ではちょっと見られないかもしれないんですけど、だいぶ薄くなりました。ちょっと嬉しかったです。で、今回は、ピンクちゃんなんですけれども、このピンクちゃんは中古ということで、中古を購入します。また住所が。大変大変。では、ちょっと住所の方を取り除いて、で、ピンクちゃんはこんな感じです。ピンクはね、ピンクちゃんブロンズですね。こっちが、金髪ですね。こっちが茶髪ですね。こんな感じで、今ちょっと起きてますけど、こんな感じで、で、こちらの方はちょっとね、ショートカットで、パーマでウェーブがかかってるんですね、ピンクちゃんの方が。で、これ今、中古ということでね、本来ならば、こんな風に、ブルーちゃんみたいに、服が、こういう、なんていうのかな、こう型紙っぽいというか、原型の型紙っぽい服を着てるんですけど、で、この子もね、下にね、着てるんです。でも、上にね、スカート、これ開封します。開封します。今日はね、出してみようと思います。よいしょ。こんな感じでね、ほら、前回のその方がね、作って、着せてはったみたいなんですよ。でね、私、今回、これを開封をしなきゃと思って、で、この間も開封をしてね、その後でちょっと気づいたことがあるので、お話ししますね。で、こんな感じで、ちょっと、まあ、中古なので、ちょっと髪の毛が、ちょっと乱れてます。で、お目目はね、ピンクですね。で、ブルーの方はオレンジでしたけど、ピンクちゃんの方はピンクの、こんな可愛い、こういう、スリープアイ。ね、ちょっと寝かしたら寝てしまうスリープアイになってます。ちょっと絵面が悪いですけど、ちょっと開封していきます。で、ブルーと同じくピンクッションですね。これはね、多分ね、自分がつけられるピンクッションですね。これね、こういうふうに腕につけて、で、ここに待ち針とかを刺して、で、こうミシンの仕事とかすると結構まあやりやすいんです。私はまあ使ってはないですけどね。私はちょっと置き型タイプのピンクッション使ってますけど、これがピンクのね、クッションですね。で、前回の、購入者さんが、多分ね、作られたんだと思います。ほら。で、こんな可愛いね、ワンピース。多分ね、購入されたか、なんかプチブラウスちゃんのアウトフィットもね、アウトフィットって服のことなんですけど、もう、売ってるんですけども、こんなちっちゃいんですよね。本当に、本当に、あ、ごめんなさい、トルソーが。トルソーもね、こんなちっちゃくって、約ね、6センチぐらいかな、6.5センチぐらいの、服もね、本当にこんなね、4センチぐらいのちっちゃい可愛い服なんですよ。これを作られたのかどうかはちょっとわからないんですけれども、で、もうトルソーに着せてありました。それと、あとは、人形の、これはね、使っておられないんです。ちょっと今ね、ちょっと取りにくいんです。放送がね、ちょっと長引くと、またあれなので、切れちゃうので、あれなんですけど、
こっちね、ちょっとブーツですね。こっちでもね、つけてなかったというか、使われてないみたいですね。こちらの、人形の、こういう台と、で、布ですね。布もね、綺麗ですよ。で、糸、リボンですね。リボンとか、バラの花とか、糸とかね。ボタン、ちっちゃなボタンもあるんですよ。こんな可愛いね。これは、未開封でした。スタンドですね。スタンドも未開封でした。で、こんな感じで、同じように、ブルーちゃんと同じようにセットになってます。で、こんな感じ。ちょっとスタンドはね、これね、足、ちゃんと座らせられます。で、多分ね、これね、100均で買ったんですから、ちょっと待ってくださいね。これ100均で買ったんですけど、プチちゃんに座らせられるかなと思って、大丈夫かな、これ。ちょっと見にくいですね。ごめんなさい。この子パンツ丸見えです。ちょっとこっちの方にやっとかね。こんな感じで。よいしょ。はい。ちょっと値札ついてますけど、これね、100均で買ったんですよ。これ、ぴったりじゃないですか？もうちょっとぴったりな人形ちゃんもあるんだと思うんですけど、ちょっととりあえず開封をしたということで、トルソーね。私、リアルトルソー欲しいんですよ、本当は。リアルトルソーが。リアルトルソー高いんですよ、洋服の。可愛くないですか、これ。ちょっと可愛くないですか、絵面が。ねえ、畳がちょっと見えてますけど、足切れて。なんかちょっと、レイちゃんもこっちの方にしますね。でね、このピンクちゃん、ちょっと、まあ、今ちょっと開封したんですけれども、開封して、もうこのままね、今月の24日にお店がオープンなので、お店のね、ちょっと看板娘として置こうと思ってるんですけど、この間気づいたことなんですよ。このピンクの方はやっぱり中古だったので、で、多分このね、服を作られてる形跡があってね、わからなかったんですけど、後でね、調べるとね、これ、じゃーん。見えてない。型紙。プチブラウスちゃんのね、型紙ついてるんですよ、これ。お洋服の。原型型紙っていうのかな。原型の型、ちょっとオープンしてみますね。で、私は、まあ、普通の人間の、ドレスやと、ドレメ式とか、文化式とか、囲み図形とか言って、作れるんですけど、型紙が。私もんで、本でやって。私も、作り方は知ってるし、習ってきたので作れるんですけど、もうね、ちっちゃいのってわかんないじゃないですか。こんな感じで、ワンピース。これで作れるのが、こういうなんかワンピースっぽいのと、こういう上着っぽいのと、ポシェットかな？ 3 つ作れるみたいで。で、これはね、ちょっともうこれをこのまま、使っちゃうのはもったいないので、以後コピーをして、プチブラウスちゃんのお洋服いっぱい作りたいかなって。このね、ブラウスちゃんを、なんていうのかな、知ってから、お友達がね、1週間後にね、1人できたんですよ。市内じゃなくて、県内で。で、その方も、どちらかというと、プチブラウスちゃん派なんですって。でね、お洋服をね、ちょっとまたプレゼントしたりとか、したり、もう売るほどの上手なものはちょっと作れないんですけど、オークションとかね、見るとね、いっぱい、可愛い服をいっぱい作ってある人いるんですけどね、綺麗な服を、レースいっぱいつけてね。で、まあ、こんな感じで、ブルーちゃんも横丁に置いてみましょうかね。よいしょ。ブランコはね、もう一つあるんですよ。なんか、オークションとか、なんていうのかな、ネットで買うと、本当に未開封なのかどうなのかっていうのが、わからないですよね、やっぱ。あんまり。どっちにしても、時代物というか、古い時代物なので、あかん、ちょっと取れないわ。あ、取れた取れた。なかなか難しいですよ、これ取り方が。靴がないってことは、そうんだね。ピンクちゃんの方は、靴とね、ポシェットがついてたんですけど、ないということは、
多分ね、作らはったんじゃないですね、この服。アウトフィットで買わはったんですね、多分。多分ね、買わはったんやと思いますわ。で、もう1台、椅子があります。で、こっちに、ちょっと、よいしょ、ちょっと頭もね、取っちゃうのね。まだね、髪の毛ちょっと乱れちゃってますけど。ダクアンダーバー M プラさん、お久しぶりです。さん、おダ久しクぶりでアす。ンダーバー M まあ、プ全ラ然、さん、こんななんかお人形茶ちゃんなんですけプど、ラス団団子子男性に。の方で興味があるかどうか分からない。めちゃくちゃお久しぶりですね。ありがとうございます。もうね、最ダ近クね、アンダーバー M プラ本当さん、に、数年数前に年ぶぶりりぶぶりりににここっっちちにに。戻ってきた。まだね、ダークさんに作ってもらったね、アイコンじゃなくて、なんていうのかな、背景とかね、まだね、どっかに残ってますよ。確かダークさんですよね、作ってもらったのね。で、年いってきたから、もう数年ぶりどころじゃないですよ、十数年ぶりですダよ。クアンダーバーまあ、M そうプやラね。さん、これ、そうや YouTube にで。も上がりますんでね、あんまりね、違うことは喋るとね、あかんかもしれんのやけど、とりあえダずクね、アンダーバー M プラああ、あさりん、がとうございます。最また近作るは、よ。こんな感じで、童心に戻っております。もうね、ダメなんですよ。もう、年へ行くとね。まあ、年はね、皆さん多分ね、私言ったことがないので、知ってる人は数人ほどしかいないんですけれども、まあね、こんなね、年いってから、こんな人形にはまるなんて思ってなかったんです。かわいいでしょ？ブライス人形って言うんですけど、もともとはね、アメリカなんですって。発売して1年ぐらいで、人気がなくって、もう終わっちゃった人形なんですって。これがまあプチブライスっていうんですけど、もっと本当はね、20センチ以上の、やつがあるらしいんですけど、まあ今日はね、開封動画ということで、小物いろいろの。とりあえず、見ていただいてお付き合いください。最後まで見ていってください。もう誰もいないので、一人で喋ってる状態なのでね。あ、もう嫌になるはずかな。そしたら、次です。次は、最近購入した、このドール本ですね。ドールの、どう、もうね、すいませんね、ツイキャスかなりもあれですけど、ドールの人形のお洋服の本ですね。これを2冊購入したのと、中はね、ちょっとね、あんまり見せられないんですけれども、あとは、まあ、いろんなアウトフィットを、ちょっとこういう入れ物に入れたりとか、まあ、よりエリちゃんのね、衣装をかなりちょっと集め出してるので、これを入れて、でね、その中にね、100均で売ってるんですけど、こういうシート、ドライシートですね。お菓子とかにも入れられるんですけど、多分ね、こういうのを入れておくと、箱の中でもね、しけたりともせず、カビも生えたりせず、やっぱ年に数回、こういうのをね、ちょこちょこと入れたりする方が、きっとね、ドールちゃんも長く持つと思います。あとは、この間ね、自分の地元の、そうだ、さっきのね、開封で思い出した。こちら。このね、ピンクの、ソーイング・バイ・マイ・ウェイちゃんを落札した出品者さんが、別に遅くはなかったんですけどね、こんな可愛いものを おまけにつけてくださったんです。じゃーん。じゃーん。パンダの着ぐるみ、見て、ちょっと可愛くないですか？パンダの着ぐるみ。これ着せてみます？多分ね、ちょっとね、ピンクちゃんの方はお洋服着てるので無理ですけど、ちょっとね、これ背中の方もちょっと黄色くなってる。背中の方も今見たら黄色くなってる。またちょっと撮ってみますね。パンダの着ぐるみ、可愛くない？これ。ちょっとこれ足もちゃんと入るんじゃないの？どうしよう、これ。これ今ちゃんと入る？あ、入った。 え、手も入る？足きっちり入る？あ、でも入ったよ。いやね、ちっちゃくってもね、人間ちゃんの体をしてます。ごめんなさい、ちょっとね、絵面がね、ちょっとそこの皆さん、人形勢ぞろいちゃんみたいになってるところになりますけど、ちょっと、ま、
まあちょっと待ってね。お着替え中、本当に、本当やったら編集して、着替えた後とかをね、編集しなきゃなんないのに、ちょっとね、胸のところがね、ちょっとしっかり止まんない。なんかね、これともう一つね、もなんかね、同じような感じの種類の人形があるらしいです。服のね、光合成があるっていうことを言ってありましたね。ちょっと無造作に着せちゃいましたけど、こんな感じ。 ちょっと無造作すぎる？ごめんなさい。なんかあまりにも綺麗に着せてないかな。でもね、ちょっとこんな感じ。頭、よいしょよいしょ、頭んとこが綺麗に入るか。よいしょ。ペケ。髪の毛ちゃんと入るか。よ。まつげ。まつげ、まつげ。まつげあるんですよ。あ、こんな感じ。ちょっと下向きになっちゃってる。こんな感じ。着ぐるみ。こんな可愛いね、着ぐるみ。後でちゃんと着せてあげますけどね。ちょっとね、ここまだ、いちいち着せられてないの。こんな可愛い着ぐるみをいただいたんです。ということで、次は、さっきの続きです。近くのね、スーパーで、ガチャで、素敵なものを見つけたんですよ。これね、絶対に、このプチブライスちゃんとか、ブライスちゃんのね、まあ多分シルバニアファミリーとかでも使えると思うんですけど、こういうね、ランプです。これ可愛くないですか？ランプ。ほら。これのね、ガチャ。で、出たのが、どうも、トゥインクルガーデンかな？このお花のガーデンの方ですね。パンジーだと思います。パンジーのね、お花がついている。ちょっとあまりアップにすると見えないかな。こんな感じで、パンジーのね、お花がついてる。これがね、多分今はつかないと思うんですけれども、一応ね、電池ってつくんですって。これどうすんのかな。そして、ちょっと組み立て方が結構難しいよ。こういうの得意だけど。こうして、こうして、またね、絵が飛んでますね。これ本当にね、ちょっと細いから、しっかりと止めたら、パキッていきそうですね。こんな感じです。これちょっと、まあ、ここどけますね。ここどけたら見やすいかな。こんな感じですよ。こんな、可愛くないですか、これ。ショベリバラピオさん、あらぴちゃん。お酢をかん。おかん、オスオス。これ可愛いよね。これね、今多分つかないと思うのよ。電池入れてないから。あ、ついてる？あ、ちょっと待って。ついてる？これ。いや、ちょっと待って。ついてる？ ついてる？いや、ついてないね。これね、電池入れなきゃつかないみたいな。これね、電池入れたらつくんですよ。これきっとお人形さんにぴったりだと思います。あ、ボケちゃった。これね、たまにね、ボケるんですよ。たまにね、ここにピントがね、たまに合っちゃって、で、パッてどけると、ふって奥がね、ボケちゃうの。ラビちゃん、こんなお人形さんの見てて面白い。 男の人ばっかり来てくれはるけど、男の人あんま興味ないよね。あ、でも、興味ないよねってことないのよ。YouTube 調べてごらん。ブライス人形で男の人が、ハマってる人が結構いるから。ラピちゃんもハマってごらん。さあ、ちょっとね、後ろの、あったあった。後ろのね、ところも、どうもなんか黄色くなってるみたいなんで、この歯ブラシでこう、コシコシと、多分カビやと思います。カビをちょっと落として、で、またアルコールで、拭くか、もしくはもうダメやったら、いっぺんね、洗います。チョベリバラピオさん、人いつから人形屋になったんや。形じゃないよ。人形じゃない。
然ございません。人形はもともと好きでした。だけどやっぱりね、その子育てとかでなかなかね、再発しなかったんですよね。なんていうかな、自分自身こう夢中になれたりとか、こうお金を使うことがやっぱりね、子供を中心やったんでね、今までは。まあ、自分の好きなこともしてましたけど、やっぱり物を買うとなったら子供中心になるし、するとなったら子供のこと考えて、子供が一番って言って考えて、子供の好きなものを買うとかの方がやっぱり一番なんでね。まあね、今日はこの辺で終わりなんです。すいません。ガチャをしたっていうことまで発表して、今日は開封動画、これで終わりです。あとね、何分かな。何分か切っちゃいましたので、こうアップでね。しょべりばらぴおさん、朝ひも編むの好き。ああ、朝ひもというかでしょ。何やった、なんて言ってたかな、あれ。私もね、すごく、したよ。いくつも作ったよ。結構作ったよ、あれ。もう名前忘れちゃったよ。すぐに出てこないの。年いってるから。年いくとね、すぐに出てこないんだよ。ごめんね。しょべりばらぴおさん。結構売れるのよ。まあね、その当時はね、売れた売れた。もう今はね、売れない。もうほとんど売れないよ。私、指輪とかも作ったのよ、それで。結構。いっぱい。その当時は、かなり売れた。チェーン、ウォレットチェーン。ほら、財布につけて、ベルトにつけるですね。ウォレットチェーンとかでも、結構作って、出して、やっぱり1000円、もっと2000円くらいで売れたかな。結構売れたよ。あれでしょ、朝日もって、その。しょべりばらぴおさん。15年前くらいなブームあったし。だから子供が小さい時、ちょうど保育園ぐらいやった時やと思うんやけど、それで、まあ内職じゃないんやけど、私オークションしてたのよ、その当時。子供がちっちゃい時はオークションしてたの。やっぱりほら、今みたいにイベントに出歩くことができなかったから。なので、そのオークションで売ったりとか、もう家で地道に作って、落札できたやつを発送したりとか。でね、結構しんどいのよ。で、しんどくなって、しょべりばらぴおさん、わよねろようかん。夜はこれからですよ。ね、あんまりおかんおかん言うて、もうね、字幕ついてるの読んじゃうから、もうあれやけど、もうでも、あと1分、もうちょっとしたら切るので、もうこれで締めになりますけど、またね、悪い評価ついたら嫌なのよ。今ちょっと落ちてるから、気落ち。で、今回は、ブライスちゃんの、ソーイング前上のブルーちゃんとピンクちゃんを、箱から出してみました。こんな可愛いパンダの着ぐるみも落札者の方、しょべりばらぴおさんからいただきました。で、私の大好きなこのトルソーですね。大きいのトルソー欲しいですね。じゃあまたね、いつかはネオブライスがゲットできるように頑張りたいと思います。それでは皆さん、ありがとうございます。お疲れ様。